全国の競馬ファンの皆様、こんにちは。こんにちは。ケンソーチャンネルの絆あかりです。ケンさんです。今回は大阪杯の予想編ですぞ。早速、予想に入っていきましょう。この表は、過去6年間の大阪杯連対馬の指数表です。指数表の見方は、概要欄に書いてあります。まずは、馬場状態から。大阪杯の週は、B コースに変更して2日目ですので、例年は1秒前後早い時計が出ています。今年は先週の雨と週間の雨の影響が残り、例年より重い馬場になると想定しています。数値的には平均値から 0.5 秒早い馬場の間くらいと考えています。ペースですが、スタートしてすぐにスタンド前の急坂を登り、最初のコーナーまで約 300m と短めのため、レイアウト的には前半はゆっくりで、残り 800m 地点の下りからペースアップする傾向がありますが、ここ3年間はジャックドール、レイパパレがミドルハイで逃げています。今年は逃げ馬不在ですので、コースレイアウト通りにミドルからミドルスローあたりになると想定しています。内取りはここ3年はペースが上がったために後方からの連帯もありましたが、やはり内回り B コース回り直後ということもあり、基本的には残り 600m 地点で先頭と 0.5 秒以内の馬が多く連帯しています。それでは印発表の前に出走馬の指数表を見ていきましょう。スマホでご覧の方は一時停止拡大機能を利用してご覧ください。指数表は X にも載せてあります。そちらの方が見やすいと思いますので、アカウントをお持ちの方は X もご利用ください。ハナ争いは前走の数値を見る限りだと、ジオグリフ、ステラベローチェ、エピファニーあたりだと思います。エピファニーは距離と折り合いに不安があるので、外枠から押してハナを取りに行く可能性は低いですが、押し出されてハナという可能性も考えられます。この3頭以外が逃げた場合は、スローまでペースが落ちる可能性も出てきそうです。こちらが大阪杯の平均能力値、上位5頭です。1位からロージャムパーク、早やっこ、ソウルオリエンス、プラナリア、タスティエーラです。あかりはいつも通り指数上位の馬連と3連複のボックスを購入しますぞ。ケンさんは何を買うんですか？ロージャムパーク本命、対抗ジオグリフ、穴で早やっこ、キラーアビリティ買います。馬連ワイド、ロージャムパークから印へ流し、3連複は1頭軸流しで買います。ローシャムパークは、小回り、急坂適性も高く、能力値も90台を続けて出しているように、本格化したと言っていいでしょう。前走は後手を踏んでしまい、超スローに泣かされた形で、度外視でいいと思います。高枠を引けたので、いいポジションを確保して直線を迎えれると見ています。ジオグリフも指数6位で、前走の超ハイペースの後で追走はかなり楽になると思います。似た舞台の、サツキ賞でミドルスローから高い数値を出しているので、これだけ人気がないなら、積極的に勝ってみたい一頭です。キラーアビリティと早やっこも人気はしないでしょうから、高配当も期待できる組み合わせですね。はい、本戦はローシャムとジオグリフですが、穴2頭もポジションが取れれば面白いと思っています。ケンさん今日はよく喋れますね。何かあったんですか？カープの地元開幕戦のチケット2日分、ゲットできたのでテンション上がっております。今年は、うくさくんともりくんが活躍してくれると信じていますから、早く1軍に上がってくるのが待ち遠しくて。ああ、もうわかりましたから、野球の話はしないでください。グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。というわけで、今週の予想は以上でございます。レース結果は回顧編でお伝えしますので、楽しみにお待ちください。来週は桜花賞を予想しますぞ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは回顧編でお会いしましょう。いい日曜日を。バイバイ。